にちは。私たちバブルフラワーズです。ひなです。りおなです。みつです。いろはです。みーです。始まりました、バブフラチャンネル。イエーイ。はい、今月のテーマはバブフラ修行中師走の絆編ということで、メンバー全員で山手線一瞬にチャレンジします。もう不安だよ私は。前回走って体力測定をしたと思うんですけど、うん、どうでしたか？きつかったね。なんかさ、1. 何キロとかだったじゃん、うん、めっちゃきつかったくない？うん、なんかさ、寒さもあったしさ、うん、そう、後に響いた。あと引く辛さだったね。バブフラチャンネル、今回は実際に走るコースを決めていきたいと思います。イエーイ。題して駅伝区間を勝ち取れ山手線クイズ対決。はい、まずは当日のコースを発表したいと思います。じゃん。長いよね。長い。私たち一回ね、これ一周する勢い乗った時あったよね。そうなんだ。はい、今日はね、こちらの走る順番をクイズ対決で決めていきたいと思います。ドキドキ。バブフラチャンネル。まずはルール説明します。山手線に関わるクイズを制限時間10分で解いていきます。点数が高い人から順に好きな駅伝区間が選べます。そして最下位になった人はこちら、罰ゲームがご用意されております。え、待って、これやばったけど。ボールペンでございます。顔で訴えてこないね。分かっててやるのはちょっと違うよね。でもやったことないからちょっと楽しみかも。ぜひ。ぜひ。お願いします。それではバブフラ修行中スタート。バブフラチャンネル。よーい、はじめ。名前書きそうになった。ボールペン出ないし。え、何も分かんない。無理。え、あ、知らないんだけど。だって分かんないもん。ちょっと飛ばしな。本当にはいけないよ。言葉の意味が分かんないこれ。え、待って、漢字が分かんない。あれ、何線？ねえ、見たでしょ。え、何？見てないよ。え、なんだっけ、これ知ってる気がする。なんで？漢字が分かんない。ね、分かんない感じ。え、ね、どっち？ね、外回りってさ、どっち？ねえ、また待って、こう。え、もう本気で正解狙いに行ってるから。え、これ略しちゃダメですよね。お静かに。あ、そう言われた。残り5分です。早い。5、4、3、2、1、終了。バブフラチャンネル結果発表。はい、というわけで結果発表してもらいたいと思います。じゃあ2番から発表していきます。第2位は新川ひな、50点。今一瞬何点満点ですか？100点満点です。2位で50点。第3位です。得点38点、津田りおな。よかったです。やばいやばい。では第4位の発表をします。第4位30点、雪本いろは。おー、すごい。よかったね、ギリギリ上がるんじゃない。バブフラチャンネル。では第1位を発表します。第1位51点、
篠宮です。17点。やばい、わー補習だねめっちゃ目に赤いんだけどわぶふらチャンネル、はい、じゃあね、みんなの答えをなんていうか答え合わせっていうか照らし合わせていきたいと思います、はい、山手線の中で駅名に数字が入った駅はっていう問題なんです。これはわかるよ。これ意外とさ、でも最初わかんなかった。ライブでさ、そうそうそう、ライブで一回行ったからね。二回ぐらい行ったね。なんか人生あるの。いやだね。違うの違うの。数字が入った駅の数聞かれてるのかと思って、3って書いた。はい。たまにはすごい。たまに学校テストで見てる。そう、先生に管理しに行って。な記憶があるわ。みゆちゃんは。いや、私なんか四つがや。あ、四つあるの確かに。総武線とかじゃない？そう、四ツ谷じゃなくて、ね、四ツ谷って何？四ツ谷じゃない？あれ一谷じゃない？やばい、これが気を作らないでください。わかんない、どっかにあるかもしれない。マジでちょっとやばい、やばいね。じゃあ次5問目ですね。あ、答えは？あ、問い4の答えは五反田でした。でも4と5の違いだったね。惜しくない。惜しくない。甘えます。甘えますよね。問い8、電車の発車ベルが鉄腕アトムの山手線の駅はっていう問題ですね。私これさ、当たったんだよね、勘で。ちょっと違う違う違う。ライブ行った時にみんなで分かる。そう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 。その記憶か。鉄腕アトムだって思ったけど、分かんなかった。手塚治虫さんに引っ張られた大塚って感じ。私も知ってる。ああ、スカだね。ちなみに答えはですね、高田馬場でございました。あ、そうなんだ。そうごめんなさい、じゃあ出ました。怖いな。最終なんですけど、山手線の駅名を書けるだけ書いてくださいって問題だったんですけど、ちょっとこれを読むのが難しいんで、ちょっとパッと見せます。だいたい、なんかさ、すっごい少ない人いるんだけど、あ、ちょっとそっちから、そうしてる、合ってるけど、一個ね、あのあれだよ、さっきの四ツ谷。でも、変な駅名とか書いてないんだよ、多分。分かってるとこ分かっ、脳にね、入ってなかったんだよ。これからはみんなでさ、ライブいろんなとこ行くじゃん。覚えよう。覚えよう。みーちゃんが7個ね。23個。私20。16。え？意外と15。え、リオナ一番書いてる。え、だけど、だけど、待って待って待って。なんで？あの、1,2,3,4,5 5個ひらがなで書いちゃったの。漢字返したらこれすごいあれだわ。ひらがな、ひらがな、ひらがな、ひらがな。20個だった。え、でもそれでもリオナ23個正解。意外と正解。すごいね、陽気の女すごい。バブフラチャンネル、はい、それではテストの結果順に駅伝の区間を決めていきたいと思います。イエイ。はい、じゃあ第1位の篠宮さんはどこを走りますか？はい、私はですね、第5走を選びまして、お、品川から渋谷までアンカーで走ります。ですね、距離が 8.5 キロで一番長いんですけども、まあ、あのメンバーに恩を売ってやろうかなと思いまして、あの第1位なんですけども、まあ、この、ね、過酷な道を選んだので、本当に恩を感じていただきたいと思います。ねえ、さあ、行きます。一応収束1位なので、はい、頑張りたいと思います。かっこいいよな。かっこいい。じゃあ次は、4番目、7.7 キロの東京から品川間を走ろうと思います。はい、そして私はトップバッター1番の渋谷から目白まで 7.8 キロ走ります。なんかいいとこじゃない？みんな頑張ってってつなげるように頑張りたいと思います。いろはは西日暮里から東京駅まで走ります。お、なんでそこを走るんですか？え、間にね、上野駅があるんですよ。うんうん、だからちょっとパンダに会えるかなと思って。会えるかな？見えるかな？かなと思ってそこを選びました。私は目白から西日暮里の 7.8
って8キロ走ります。頑張れ。頑張れ。じゃあということはリオナがみゆちゃんにつないで、うん、みゆちゃんがいろはちゃんにつないで、うん、繋いでいろはがひなちゃんにつないで、で私がアンカーのりーちゃんにつなげるっていう感じになります。頑張ります。頑張りましょう。みんなでバブフラチャンネル。はい、ビリだったので今から罰ゲームのビリビリパルフェをやりたいと思います。初めて、うん、怖いね。怖いです。超痛いかもよ。マジ怖い。あ、リオナ。え？